10日がですね、一旦全国的に上空1500メートルの寒気、このエリアがかなり広くなります。10日ですね、10日の火曜日、上空1500メートルの寒気、マイナス6度の寒気がかなり南下してきて、中国地方から関東地方、つまり東日本のエリアにまで降りてきていることがお分かりいただけるでしょうか。この10日以降は徐々に徐々に気温が上がっていきます。 気象庁による2週間の気温予報を見ましても、その1月14日以降、1月18日の5日間の平均気温も、この北海道を除く日本列島全域でですね、かなり高い平均気温が予報されております。ただし北海道に関しては平年並みであるということになっております。1月17日火曜日の午前0時の予想気温なんですが、0度から 強天下のエリアが日本列島の広い範囲にわたって、降雪速報。降雪速報の時間がやってまいりました。2023年1月7日土曜日、朝9時01分55秒現在の降雪と気温に関する最新情報を速報でお伝えします。まず、天気予報の方からですね、気象庁の週間天気予報、本日土曜日、明日8日の日曜日、 9日の月曜日、10日の火曜日、11日の水曜日、12日の木曜日、13日の金曜日となっております。気温がね、ちょっとあの、一時期低くなる日があるんですね。まあ、全国的にということなんですけれども、10日の火曜日の降雪のエリア、北陸地方から東北地方、北海道まで、日本海側を中心にですね、降雪のエリアがこのように予報されております。 これから高温になりますということがですね気象機関やニュースサイトでかなり頻繁に報じられているんですがこの10日がですね一旦全国的に上空1500メートルの寒気このエリアがかなり広くなります週間、寒気予想なんですけれどもこちらは気象庁の前級モデル GPV ですね GSM の GPV のモデルをですね 元にして作成されているんですけれども、こちらで見ますとですね、10日ですね、10日の火曜日、上空1500メートルの寒気、マイナス6度の寒気がかなり南下してきて、中国地方から関東地方、つまり東日本のエリアにまで降りてきていることがお分かりいただけるでしょうか。でこの10日以降は徐々に徐々に気温が上がっていきます。 10日に寒気がかなり南下してきた後はですね、この上空1500メートルの寒気がかなり上がっていきまして、特に13日の金曜日の朝9時にはですね、えー、日本列島からこの上空1500メートルの寒気、マイナス6度の気温のエリアが完全に外れます。 えー、ウィンディーの予想気温で、それでは地表からドイツ気象局、ダイチャウェターデンツの気象モデルをベースとするアイコンモードで見てまいりましょう。この10日から11日に変わるあたり、0度のエリアがかなり広い範囲に分布しているのがお分かりいただけるでしょうか。GFS モードでもそうですね。ですからこれからあかなり高温になる、え平年、 と比べるとかなり高い気温になると予報されてはいるんですが、この10日の火曜日がですね、全国的にかなり低い地表の気温ですらも、この0度以下、氷点下のエリアがですね、かなり広い範囲にわたって、 予想されております。アメリカ海洋大気庁のあの気象モデルをベースとする GFS モードですねで。10日を過ぎますとですね、まあ、気温の低い日もちらほら現れるんですが、14日頃から0度ないし氷点下のエリアがかなり広い範囲にまで分布する予想となっております。一番先の予報、1月17日火曜日の午前0時の予想気温なんですが、<ー>0度から 氷点下のエリアが日本列島の広い範囲にわたって分布しております。それではヨーロッパ中期予報センターのョンモデルをベースとする ECMWF モードでも見てまいりましょう。地表の気温ですね。1月の11日水曜日、日本列島のかなり広い範囲にわたって午前2時の時点ではあ0度以下ないし氷点下のエリアが日本列島の ほぼ全体にわたってて予想されておりますそしてこの後、徐々に徐々に気温が上がっていくんですが、ね、16日の月曜日の8時、夜8時の時点では、日本列島のかなり広いエリア、ほぼ全体のエリアが0度以下ないし、氷点下の予想を出しております。えー、ですからですね、これからあかなり気温が高くなる、 という予報が発表されてはいるんですけれども、えー、ウィンディーの予報ではですね、かなり短い期間であるということがわかります。あくまでも地表の気温なんですけれども、ただこの地表の気温であってもですね、この湿度が低いと、地表の気温が3度でも降雪になる可能性がかなり高くなります。まあ、湿度が50%以上であれば、あ地表の気温、 3度,3度であってもですね雨になる確率は高いんですけれどもアイコンモードで見るとかなり地表の湿度予想の湿度が低いエリアがあります49%のエリアがありますね1月の12日に木曜日の午前0時の予想なんですが栃木県 と、群馬県の境目のあたりの山間部かと思われますが、小瀬沼のあたりの湿度があ49%、50%以下の湿度を予想しております。12日、えー、木曜日の午前0時ですね。そしてこの時の地表の気温、えー、マイナス8度となっておりますから、やはり降雪になる可能性が 疑われます。それではですね、上空1500メートル、850ヘクトパスカルの気温予報も見てまいりましょう。ドイツ気象局、ダイャウェターデンツの気象モデルをベースとするアイコンモード。平地でも雪となる目安とされるのは、今ご覧いただいている上空約1500メートルで氷点下6度という寒気なんですが、かなり低い日が続きます。 マイナス6度には達していないんですが、やはり氷点下、ですね。アメリカ海洋大気庁、ノアの気象モデルをベースする GFS モード。やはり10日ですねえ。10日の火曜日の午後3時の時点で、マイナス6度のエリアがですね、やはり関東地方、東日本にもポツポツとあるような状況。え東日本、以北。 えー、北陸、東北地方、氷点下6度を下回る、えー、2桁台の予想気温となっております。<ー>そして、徐々に徐々に気温はですね、上がっていきます。とはいえ、 まだ16日になるとご覧ください。17日火曜日の午前0時の予報ではこのように日本列島のかなり広いエリアで、えー、氷点下となっております。ただマイナス6度 C 以下のエリアはですね、東日本以北に限られるという予報にはなっております。 ヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースとします ECMWF モードでも同様ですね10日火曜日の午前11時の予想気温マイナス6度、C、以下東日本一部ですね西日本地域でも中国地方の山陰地方この辺りでマイナス7度ないしマイナス8度の 予想気温となっております ECMWF モード、えー。これは上空1500メートルの寒気ということになります。ですから、この中国地方の山陰地方ですね、えー、10日の火曜日、えー、降雪の心配がされるところではあるんですが、えー、気象庁の週間天気予報では、 えー、10日の火曜日はあ、降雪の予報は発表されておりません。えー、山陰地方ですね、中国地方の。えー、上空約1500メートルでも気温が上がっていくんですが、16日になるとですね、全国的に広いエリアでまだ気温が下がるというような予報になっております。特に一番先の予報、16日の月曜日、えー、夜8時の予報ではですね、 氷点下6度以下のエリアが九州地方の北部にも及んでいるというような最新情報になっております。マイナス6度を下回るマイナス9度、マイナス8度のエリア、四国地方もそうですね、マイナス7度、マイナス8度、マイナス9度。かなり低い予想気温。つまり、 平地でも雪となる目安とされるのは上空約1500メートルで氷点下6度という寒気なんですが、16日の月曜日ですね、ちょっとまた気温が再び下がり始めると、いうウィンディーの最新情報になっております。それでは、大雪をもたらす目安とされる上空約5500メートルですね。500ヘクトパスカルの予想気温も見てまいりましょう。ECMWF モードから。 やっぱりこうして見ていくとですね、10日を境に徐々に,徐々に全国的に気温は上空5500メートルのエリアでも上がっていくんですけれども、16日になると再び気温が下がっていくというような予想気温となっております。ただ氷点下36度以下、大雪をもたらす目安とされる寒気なんですが、こちらはですね、かなり 狭いエリアに限定されるというような最新情報ですね。えー、東北地方の青森県、青森県以北、えー、北海道エリアに限定されるというような形になっております。アメリカ海洋大気庁のあの気象モデルをベースする GFS モードですね。ドイツ気象局、ダイチャウェターデンツの気象モデルをベースするアイコンモード。降雪速報。 それではまとめに入りましょう。しかしながらその、これから高温になると報じられているこの気温の予想なんですけれども、1月10日はですね、一旦全国的に広いエリアで上空約1500メートルではですね、マイナス6度の寒気がかなり広いエリアにまで南下してきていることがお分かりいただけるでしょうか。 1>, 1月10日が一つのターニングポイントとしてですね、この後徐々に徐々に全国的に気温が上がっていく予報にはなっているんですが、14日以降ですね、16日になると再び全国的にかなり広いエリアで、この気温が低くなる、16日、 全国的にかなり広いエリアでですね、えー、気温が低くなるというような予報となっております。これはウィンディーの予報なんですけれども、偏、ま、西、あ、風の蛇行によってですね、えー、気温が高くなっていく日とされるのが、えー、10日頃から、まあ、8日と9日もそうなんですが、10日に一旦気温が下がってから、えー、この後ですね、 11、12、13、14、15日頃までは、かなり全国的に高い気温の日が続くというような予想となっております。あくまでも予想です。そして16日,16日になると再び全国的に気温が下がると。これは地表であっても、上空約1500メートルのエリアであっても、さらにその上の上空約5500メートルのエリアであっても、 えー、大体同じようなな結果になるというよううな形ですねということで、えー、今後もですね、当、えー、台風速報チャンネルではあ、降雪に関する最新情報を速報でお伝えしてまいります。降雪の動向が不安で心配で、えー、夜も眠れない方、えー、またそうでない方もぜひチャンネル登録の方をしていただいてですね、防災に最大限にお役立て、フルにご活用いただければと思います。 最新情報の入手これこそがですね降雪の被害からあなたと大切な人を守る非常に重要なライフラインとなります。私からは以上となります。